さあ、ついにここまでやってきた、ポケモンスカーレット・バイオレット、最新作、四天王を倒し、チャンピオン倒し、で、なんとここに来て、二人目のチャンピオンが現れて、で、そのチャンピオンと今回、決戦でございます。で、もちろん当たり前の話ではございますが、こちら初見プレイでございますね。さあ、果たして、何を出してくるのか、全く皆目見当つかない。では、そのチャンピオンのところに行きましょうか。もうすでにね、答え知ってる方がいるかもしれませんが、こちらにお姉ちゃんがいるわけよ。で、この姉ちゃんと今回は戦っていきたいと思います。おー、なんかイケメンだね、後ろ姿。はい。なんか映画のワンシーンみたいなところでありそう。チャンピオン同士のポケモン勝負でなんかちょっと違和感あるよな。チャンピオンって普通一人じゃないの？まあ一応ですね、このゲームではチャンピオンランクっていう形になっておりますので、まあ最高ランクに位置づけられているトレーナー同士の戦いと、まあそういった形になっております。なので、チャンピオンの中のチャンピオンってどうなんでしょうかね。お、最終決戦だね。多分これ終わればエンディングかな。さあ、ということでやっていきましょう。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ってことでやっていきましょうか。さあ、俺も準備してきたからな。戦っていくぜ。チャンピオンのネモか。おお、オーバースローか。なんかモンスターボールの投げ方みんな違うよね。サイドスローとかアンダースローとかオーバースローとか。最高の勝負か。まあメインストーリーの本当に、まあ最後の最後でしょうね。で、まあもちろんエンドコンテンツございますが、ただおそらく本当にこれで終わりって感じでしょうか。さあ、ということでやっていきましょう。で、テラスタルしちゃって大丈夫かな？ちょっと待てよ、テラスタルして大丈夫か？よく考えろよ。テラスタルしても OK かこれ。やっちゃう？けど、別にやらなくていいか。そうだな。自信打つわけだから別にテラスタルしたところでって感じか。てか弱点が多いんだよな、バンギラス。簡単にした方がいいか。ちょっと悩んでるな。え、何してくんだこいつ。岩タイプか。いや、岩単体の方、けど、ちょっと迷うな。岩単体にしようか。4倍弱点を減らしたい。先にやっといた方がいいな。で、まあ、テラスタルして、で、まあ、地震ぶっぱで、多分一発は耐えるんじゃないかな。一応ね、これ2倍取れるんだけど、どうすかね。お、なんかかっこいいな、バンギラス。なんか PV のせいでゴーストってイメージがめっちゃ強いんだけどさ。で、落ちたね、マジか。なんかチャンピオンっていうか、まあ、こういうライバル系のポケモンって、まあ、努力値かな振ってある場合が昔から多いんだけどさ。まあ、特にアルセンスとかすごいっすよね。最後めっちゃすごかったよね。なんか振ってあると思ってたけど、振ってないのかな。で、地面でいけるよな、これ。ただ、格闘タイプ持ってるからさ、ただ、テラスタルしてるんで、4倍弱点じゃなくなってる。なので、十分戦うことできるんで、このまま行きましょう。いやー、さっきテラスタルしといてよかった。うわ、先生の爪めっちゃ強くね？あれ？もしかして先生の爪って確率変わった？こんな発動するもんだっけ？バンギちゃん強いね。いいよ。あ、これは鋼か。けどまあいけると思うんだよな。まあテラスタルしてるんで、まあせっかくだし行きましょうか。地震かな。地震無双やな。で、まあ、半分。結構持ってかれんだな。え、ミミズズってそんな強いの？いや、わかんないけどさ。そんな、あれオッケーオッケーオッケー。マジでとりあえずちょっと一旦帰るわ。ミミズズ全然対面したことないから知らないんだけどさ。マジか。そこか、特性、マジか、アイアンテールか。なるほど。で、まあ、俺も食らうんだけど、鋼なんで、相手食らわないって感じか。で、まあ、ここはフレアドライブでいきましょうか。で、これね、鋼単体なんで、2倍と。え、落ちないの？マジか。うわっ、うっそ。うわ、強っ、ミミズズ。こんな強いんだ、こいつ。うわ、やられたね。いや、普通に力負けしたな。これは、めんどいな。よし、今度はこっちやな。いやー、なんか敵のレベルも結構高いっすね。ただまあ、こちらの方が優勢なんで、まあいけるでしょうと。ラウドコンってさ、素早さの種族値ってどれぐらいなんだろうね。今作全然知らないわ。種族値がちょっと気になるな。ワニってね、速いイメージがあるんだけど。で、ヌメルゴンか。ヌメルゴンはね、あ、けど積んでくるかな。積まれたら厄介だな。ヌメルゴンか。どうだろう。とりあえずギャラを出して。で、まあ、これ、竜舞一回積んだ方がいいか。ヌメルゴンって素早さどんなもんだっけな。多分、俺の方が遅いんじゃないか、これ。一回積んでも OK だよな。ああ、多分一回積みましょうか。積んで牙やな。あ、やっぱ相手の方が早いな。で、これで次先制取れるんで。で、四角かな。ヌメルゴンはそんなに火力があるイメージないな。耐久があるイメージがある。OK。よし、牙だな。牙2回で多分落とせるはず。これで。あ、結構食らうな。柔らか。この柔らかかったっけ？おお！凝固すぎる、これは。マジか。けど、昔の氷って絶望感半端なかったけどさ、今の氷ってぶっちゃけそんなにって感じじゃない？なんか、眠りより下手すると、なんか弱いみたいなイメージがあるわ。まあ、そんな感じよね。ノココッチ。ノココッチか。ノーマルタイプ単体？いや、ギャラでいきましょう。一回積んでるから。このまま行っても OK やろ。ついにノコッチも進化したか。で、滝登りで半分削れると思う。一回積んでるから。うん、いいね。ん？おー。おー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 。へえ。すごいね。トグロを巻くか。これは、なんか使ってくる。ハイパードリル。強っ。これはゴーストラウドボーンでいいんじゃないか。でもノーマルはこれで一旦封じることできるので、でも回復してくる可能性はないか。なんか今作のライバルというかね、ボス系の敵全然使ってこないね。回復系アイテムなんでだろう。最近の作品って大体使ってくるんだけどね。で、マスカーニャか。で、マスカーニャはもちろんこれでいけるね。で、マスカーニャは多分テラスタルしてくると思いますので、まあ、草テラスタルと読んでいる。多分これ最初と変わらないからね。レベル66か。OK。ってことで、火炎放射でいいな。多分これで普通に落とせるんじゃないかな。まあ、2倍だけど、ちょっと残るかな。いやけど耐久あるイメージがそんなにないから多分落とせるか。だよな、テラスタル。ただ結局なんかテラスタルってさ、あんまり俺の印象なんだけど、切り札って感じがしないのよ。わかる？俺だけなんかあんまり切り札らしい切り札って感じがしないよね。なんでなんだろう。で、火炎放射。なんかダイナマックスとかメガ進化みたいな感じで、なんだろう、格段に強くなるみたいな感じじゃないからさ、絶対的なものじゃないから、まあ確かに対戦では、ね、有用性があるかもしれないよ。けど、なんかストーリー上ではね、あんまり派手じゃないというか、なんか演出は確かにいいんだけどさ、ただ実際問題、利便性っていうとこはどうなんでしょう。終わった。終わりましたね。エンディングがこれで終わりか。めちゃくちゃ楽しそうだな。このおっさんは結局、あれか。黒幕じゃなかったのか。次は負けない。これ強化バージョンやってくるんじゃねえか？これはやってきそうな感じがするよな。いやー、終わったね。終わりましたね。いやー、お前戦うの好きだな、本当に。てか、ポケモン持ちすぎじゃないか。ということで終わりました。ついに終わったね。エンディングか。じゃあ、スクショ撮っとこうか。スクショね、撮れるだけちょっと撮っといて、後でちょっと使いましょうか。お！帰ってきたね。あ、終わったこれ。チャンピオンロードクリア。ってことで終わりました。エンディングないんだ。あれ？エンディングないんだね。ここからどうなんだろう、ちょっとわかりませんが。ということで、とりあえずちょっと一旦終わりましょうか。はい。ってことで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。チャンピオンになりました。